あ、のんたん、のんたん起きた？のんたんが、あ、のんたん起きてる？ちょっと、のんたん起きたかな？のんたん大事な話がある。のんたん、俺、大好きなのんたんに大事な話がある。のんたん起きてるっぽい。のんたんに大事な話がある。間違えて通報したとかふざけんなよ、ほんとに。どういうことだよ。もんたん出ないかな。もしもーし。もしもーし。のんたん起きてた。のんたん風邪大丈夫？今日病院行ってきた。今日病院行ってきた？うん。うん。のんたんさ、うん、俺さ、ちゃんとのんたんに話したいことがあるんだ。うん、うん、俺旅さ、うん、本当に大事なことだから、聞いて、のんたん。うん落ち込まないで、お願いだから、うん、落ち込まないで、のんちゃん。うん、俺ね、のんちゃんのこと大好き。うん、うん、本当に大好き。うん、でもね、俺アホじゃん。うん、うん、でね、俺やっぱり配信大好きなの。のんちゃんのことも大好き。でも配信も大好き。でね、俺大手になりたいの。うん、大手になりたい。で、のんちゃんとも配信一緒にやって、やっぱこの前楽しかったし、日曜日も。うん、のんちゃんと一緒にヒャッハーしたいのね。もっともっと。うん。で、俺このまま終わりたくないの。うん、で、のんちゃんが元気出なくなると毎日臆病になっちゃうの。俺も旅出ない方がいいんじゃないかなとか、でもさ、そうやって臆病になったらさ、やっぱりそのリスナーさんにも伝わっちゃうし、そういうのが、和道ひよってるなとかさ、何よりさ、やっぱ見てる方もつまんないと思うんだ、のんちゃん。うん、うん、で、俺やっぱりこのままじゃやだ。俺もう人生で一回しかない人生でさ、やっと見つけたんだ、配信が好きなんだ。もうこれ以外ないんだ、俺。うん、うん、だから旅に行って本当にのんちゃんが自慢できる彼氏になりたいのね。のんちゃんが自慢できる旦那さんになりたいから。うん、絶対帰ってくる。でね、俺1万人のリスナーさんとリアトする旅にするしようと思ってる、のんちゃん。うん、うん、で、のんちゃんちゃんと聞いて、俺絶対この1万人成功させるから、時間はいつまでかかるかわからないから。うん、で、のんちゃん不安だけど、会いに、のんちゃんが本当に会いたい時は東京帰ってくるし、家には帰らないけどね。うん、うん、だから、のんちゃんに応援してほしいし、のんちゃんにも放送コメント打ってもらいたいし、のんちゃんに不安にさせるようなことは絶対にしない。だから、信じて応援してほしいの、のんちゃん。うん。うん。で、もし、のんちゃんが、ね、のんちゃんが、最後までさ、うん、俺のこと信じきれて、俺も、1万人の旅終わったら、1万人の旅終わったら絶対自信がつくから、そしたら結婚しよう。どう、のんちゃん。そしたら俺絶対食っていけるから。うん、そうしよう。うん、思ってること言って。わかんない。減らったの？うん。なんで？全然不安なことないよ。うん。全然不安なことないよ、のんちゃん。全然不安なことないから。絶対帰ってくるし、絶対楽しい配信するから、のんちゃんが。落ち込まないで、行けなくなっちゃうから。
のんちゃん、聞こえる？だって絡んだら嫌だってさ、前から言ってたけどさ。でもそれだったら大手になれないよ。欲しいもの手に入らないもん、俺。のんちゃん。わからない。わからない。でもさ、のんちゃんがさ、元気出ないとさ、俺別にさ、のんちゃんのことさ、嫌がることするつもりないし、全く。浮気もしないしさ、別にリスナーさんと。っていうか、のんちゃん一緒に行こうよ、じゃあ。のんちゃん、一緒に行こう。じゃあ犬と猫と釈迦はどうなるの？リスナーさんが預かってくれるって。一緒に行こうよ。ライラとフィリップは？預かってくれるって、リスナーさんが。無理だよ。無理？懐かないもん。知ってる。行こうよ。一緒に行こうよ。だってそんなさ、寂しくなったらさ、行けないじゃん、俺。のんちゃんが悲しくなったら。何？行ってきたらいいじゃん。行ってくるよ。まあいいや。俺行ってくるわ。じゃあね。また電話するわ。バイバイ。ありがとう。後で電話する。はーい。ダメだ。ダメだ。話にならん。話にならん、もう。また気持ちがそげたわ。また気持ちがそげるわ。もう嫌なんだよ、このループ。もう。俺行くわ。知らん。行く。俺は行く。関係ない。俺は行く。知らん。俺は1万人と凸する。知らん。俺は大手になる。知らん。俺は自分の夢叶える。決めた。もうブレない。もう嫌だ。こんなうだうだしてる自分嫌だな。俺は行く。知らん。知らん。行く。俺はネットが最優先だから。俺はそうやって今まで全部を捨てて生きてきたから。俺はネットだから。行く。もう決めた。知らん。ついてこれない奴は全部振り払う。女捨てるわ。知らん。もう。俺は行く。もう決めた。知らん。応援できないんだったらいい。知らん。知らん。もう。めんどくさい。知らん。知らん、知らん。もうこれで俺はずっと減らってるんだから。これでずっと減らってるんだから。行くわ、俺。もう関係ない。人に相談した俺がバカだったわ。知らん。俺は行く。俺は行く。もう嫌だ。うだうだしたい。うだうだしたくない。これでずっと毎日毎日俺はうだうだしてんだから。嫌なんだよ。俺はスパッと応援してほしいんだよ。嫌だったらついてくれいいじゃねえかよ。もう嫌なんだよ。言い訳する人生嫌なんだよ。知らん。行く。俺は行く。知らねえよ。知らん。知らん、知らん。行く。俺は行く。俺は行く。だってどうしようもないもん。行かなかった。じゃあ俺の人生どうなんだよ。俺は夢を追っかける。俺は行く。俺は行く。知らん。知らん。俺は旅に出るからな。俺は旅に出る。もう決めた。もう決めた。もうブレない。もうブレない。俺はもうブレない。俺はもうブレない。俺は行く。俺は行く。
絶対に行って絶対1万人達成して絶対王手になる。決めた。いや、もう行く。知らん。もう。知らん。知らん。知らん。もう知らん。そんな。俺、のんちゃんのやってきたこと全部応援してるもん。なんでこんな、毎回毎回のんちゃんのことばっかり考えてさ。なんでのんちゃんのことばっかり考えないといけないの？自分でわがままでずるいじゃん。そんな、俺が配信者の分かって付き合ってるんだから。なんなんだよ、もう。ずっと我慢してきたじゃん、俺ばっかり。俺が何したっつうんだよ、のんちゃんに。くそ。聞いてから怒るじゃないよ、もう。ずっと見てきたじゃん。ずっと我慢してきたじゃん、俺。のんちゃんのこと大事にしてるじゃん。俺、浮気なんか一回もし、泣きたいの俺の方だよ。泣きたいの俺の方じゃん。どうしたらいいんだよ。仕事と私どっちが大事なのみたいな感じで。一番困るよ、男が。俺、配信業じゃん。配信業やっててさ、それで好きになったんじゃないの？なんで俺のやりたいこと邪魔するの？なんで俺の夢を壊そうとするの？そんなのさ、パートナーのやることなくねえか？ずりーよ。俺がのんちゃんのことどれだけ大事に思ってるか分かってねえじゃん。どうしたらいいんだよ、さ。俺食えねえよ、このままじゃよ。仕事も辞めてんだよ。家賃も払わねえといけねえんだよ。飯食わないといけねえんだよ。どうしたらいいんだよ。リスワンも取れねえしか。おい！いや、もうどうしたらいいんだよ、じゃあどうしたらいいんだよ、もうこんな振り回されてよ。どうしたらいいんだよ、何が正解なんだよ。何にもできねえよ、俺がなんか制限したか、彼女のやること。俺何一つ縛ってねえよ。俺が何かやったか、何にもやってねえじゃん。なんでだよ、何なんだよ。わけわかんねえよ。どうしたらいいの、じゃあ、俺はどうしたらいいの、じゃあ。ね。いや、落ち着いてじゃなくて、どうしたらいいの？もうずっとこんな状態じゃん。ね。どうしたらいいんだよ。気持ちよく見送ってくれんじゃねえのかよ。こんなままごとみたいなの、嫌だよ、俺、本当に。こんなんで一生さ、付き合って、俺は何なの？のんちゃんの道具なの？ねえ。俺はのんちゃんの道具なの？俺はのんちゃんを人として見てきたよ。俺は物なの？のんちゃんの。ねえ。違くない？俺どうしたらいいの？じゃあ。俺は旅に出るよ。女心分かってないじゃねえよ。女が男の才能潰してどうすんだよ。だったら俺のこと一生面倒見れんのかよ。見れねえだろうがよ。だから一緒に行くっつってんじゃねえかよ。俺は配信を全て優先してきたんだよ。家族とも縁切っても親友とも縁切るのも。プライベートでいろんなことあったわ。ボロクソ言われてんだよ。全部配信に捧げてきたんだよ、この3年と8ヶ月。全部だよ。知ってるだろ、俺のリスナーだったら。全部配信に捧げてきたんだよ。俺のリスナーだったら知ってるはずだわ。もうプライベートも何もかもねえんだよ、俺には。
そこまで来てるんだよ。ここでやめたらクズなんだよ、ただの。もっと上行きたいんだわ。ここで終わったらただのゴミクズなんだわ。ここで終われねえんだわ。違う？違う？違う？あ、リスワン取りたいんだ。もうイライラするわ、マジで。いや、もうマジでイライラする、本当に。あ、もうマジでイライラする。あ、もうイライラするわ、マジで。いや、もうマジでイライラする、本当に。あ、もうマジでイライラする。マジでイライラするわ、本当に。あれはどっち？もうマジでイライラするわ、本当に。マジでどうしたらいいのかわかんねえよ、本当に。ゴロさんはどっち？いや、面白くねえわ、本当に。お前らが面白い時全然俺面白くねえんだわ、本当に。もう辛いよ、本当。ゴルゴいらっしゃい、ワトツ。いや、もう本当に嫌なんだ。もう配信にプライベート持ち出すの嫌だから、もうずっと黙ってたけど、もう本当辛いわ。どうしたらいいか分かんねえわ、マジで、本当に。ワドツハチ、どうしたらいいか全然わかんねえよ、マジで。どうしたらいいの、これ。ちょっとお茶、コーヒー買ってくるわ。コーヒー買ってきます。もうダメだ。
いや、もういい。どうでもいい、もう本当に。全部がどうでもいい。もう。いや、もうリスワンとかどうでもいいよ、マジで。こんなんで勝てるわけねえだろうがよ。どうでもいいわ、そんなの。毎日毎日よ、こんなよ、会話もできないぐらいよ、ずっと無視されて、ぐち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 、誰と浮気してる、彼と浮気してるって言われてよ。ふざけんじゃねえよ、本当に。俺が何したっつうんだよ。マジで。俺が何したっつうんだよ。こんなの配信にも集中できるわけねえだろうがよ。トレーニングにも集中できるわけねえじゃん。何がしたいんだよ、本当に。どうしたいんだよ。俺の人生どうしたいんだよ、じゃあ。出る気がねえんだったら今見てろ！今すぐ鍵返せ！お前とは別れるよ！パソコンでも何でも持ってけ！
今すぐ荷物取りに来い。付き合いきれねえわ。完全に別れる。もう知らん。知らん、もう。もう決めた。もう決めた。いい。決める、俺は。旅に出る。俺はやりたいことやる。捨てるもんは捨てる。決断する。立つものは立つ。知らん。いい、俺はスマホで配信する。決めました。これが決断だから、これが決めることと立つことだから、自分勝手でいい。俺は決めた。俺は前に行く。俺は上に行く。決めた。ついてこれないやつはいらん。覆りません。知りません。いや、もう決めた。もう決めた。俺は別れる。付き合いきれない。無理。無理。無理。立つものは立つ。決めたから俺。もう無理。無理。知らん。死にたく死ねばいい。俺が殺されてるようなもんだわ、こんなの。なんて言われたっていい、もう。言ってること間違えてるじゃん。何度あったよ、こんなこと。俺言ってること間違えてるか。いや、俺はもう別れたから。決めたから、もう。無理だよ。こんなの。違う、俺が自分で決める。俺が別れるって決めたの。俺が別れるって決めたの。決定的に違う。今まで俺は別れたくないって言ってたんだから。俺が自主的に別れるんだよ。もう無理。俺はやりたいことやる。俺は配信が全てなの。俺はそうやって生きてきたの。自分のやるべきことをやるために、達成するためにやってきたの。それで孤独になるんなら受け入れるから俺。リスワンなんかどうでもいいわ。待たない。俺は決めた。待たない。
決めた。別れるじゃない、別れた。いや、もう無理。何度あった？何度あった？何回あったよ、こんなこと。無理だよ、もう。無理。俺は悪いけど全部配信に捧げるつもりだから。配信が一番だから。俺は彼女に付き合った時それ伝えてあるから。俺はどんなことよりも配信優先するって。俺と付き合ったらプライベートないって伝えてあるから。いや、変わらん。無理。俺はそうやってきたんだから。釈迦どうするかとか全部考える。もう機材も全部彼女に返す。もう自分のことをとりあえず全部身辺整理しないと、もう全部前に進めないから。落ち着いてるよ。ありがとう。でもこれはもう積もり積もったものだから。積もり積もったものだから。もう限界。もう無理。八つ当たりじゃねえよ。俺はもう別れた。無理。それは彼女が悪いとかそういうことじゃないから。俺が目指してる道と彼女が目指してる道が違かっただけだから。それしょうがないことだから、もう縁だから、それは。だから女ディスってないよ。俺は無理だっつってんの。悪口言ってる？彼女の。言ってないよ。無理っつってんだよ。俺は。だ、電話出ねえんじゃん。無理。いい、もう俺は配信があればそれでいい。
リスナーがいればそれでいいよ。別に切れてないよ。いや、もう話する余地はない。俺は決めた。俺は話するつもりはない。落ち着いてるよ。落ち着いてるよ。いいよ、もう腹くくったから。いい機会だよ。腹くくったからいい機会だよ。頭にきてるとかじゃない、もう無理なんだって。別に俺は彼女が悪い子だと思ってないから、すごくいい子だと思ってるから。価値観が違うんだって。単純に価値観が違うんだって。考え方が根本的に違かったんだって。いや、俺喧嘩したことは一回もないよ。今回が初めてじゃん。俺は彼女に怒鳴ったことも一回もないし、怒ったことも一回もないもん。今回が初めてだよ。旅に出よ。よくよく考えたら、旅人に彼女いたらおかしいよな。
まあそういうことだよ。俺がやりたいの、風天の虎っつったもんな。車虎次郎に女いたらおかしいもんな。そういうことだよ。うん、4月10日に出るよ。みんなで一緒に旅に出よう。ルートはね、千葉、茨城ってこう、北海道まで行って、で、北海道から沖縄の方行ったりとかしようと思ってる。静岡全部回るよ、都道府県は。全部回る。うん、ぜひ来てください。1万人のリア突のあれなんで、協力してください。よろしくお願いします。お金ないっすよ。ありがとう。頑張ります。あ、ありがとう、みーすけさん。ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。そうですね、一応。ただまあ、北海道行って、多分捨て頃の企画があるから戻ってくることになると思ってる。ありがとう、みーすけさん。一緒に飯食いましょう。うん、ぜひ、家とか持ってる人は泊めてください。家賃とか多分払ってたら宿代とかもないんで、なんか泊められる人は泊めてください。頑張ります、みなさん、ありがとせごろね、あれだよ、23日発売されるよ。一般あと200枚ぐらい残ってるから、大阪も行くよ。皆さん、風船ありがとう。40個みつけさん、ありがとありがとう、ブハさん ありがとう。いや、1週間もいないけどさ、さすがに1泊とかささせてもらえるとありがたい。全国もある、日本全国もある。うん、23日の日付変わったらローソンで買えるから、チケットピアで。俺のツイッターにさ、画像があるから、便所太郎さんとかに、そういうチケットピアとかあるから。うん、頑張れよ。寝るか。うん。自分で選んだことだからさ、頑張ってるんじゃないの。好き勝手生きてるだけだよ。うん、今日も仕事。
お、めくらさんいらっしゃい。ちょっと待って、どうせこのままでも寝れないからちょっとだけ付き合って。もう今日だね。配信大好きっていうかさ、だって配信撮ったら何もないもん。ありがとう、帰るぞ。そうだね、ゆっくり休もう。頑張るよ、ありがとう。疲れた、すごく今日は疲れた。でもまあ、なんだろう、本当になんだろう、いや、そこには後悔はない。俺は別れる。別れるっつうか、別れた。俺は一度言ったらもう覆らないから。別れました。彼女と一緒にいたら、ブレちゃうから、好きだから。でもここで言い訳していかなかったらもうチャンスないんだって。ここでどんな言い訳してもダメだと思ってんの、本当に。もう30過ぎてんだよ、若くないんだよ。みんな光くんとかちゃんぴんとかさ、ワン太郎とかさ、若くないんだよ、もう。最後のチャンスなんだって、本当に。どんな言い訳でもつけたらもう絶対やらないんだって。
俺だってそばにいてあげたいよ。でもその力が俺には今ないんだって。彼女を養ってあげられないしさ、お金があったらさ、のんちゃんの家族とかさ、ワンちゃんとか猫ちゃんとかちゃんと施設に預けてあげることできるかもしれないんだけど、俺には今その力がないんだって。俺だってどうしたらいいかわかんないよ。自分のことで精一杯なんだって、毎日毎日。今までずっと応援してくれてた人たちに申し訳立たないじゃん。3年間もずっと応援してくれてる人が何人もいるんだよ。責任があるんだよ。自分のわがままでここまで来たわけじゃないんだよ。俺のために毎月何万円も払ってる人がいるんだよ。和道の夢叶えるのが俺の夢だって言ってくれてる人もいるしさ。俺だって彼女のそばにいてあげたいよ、ずっと。俺のわがままで何人の人振り回してきたんだよ、今まで。ここで諦めたら絶対前に進めないじゃん、もやっと掴んだチャンスなんだから、生活保護抜けるのもすごい大変だったし。これからなのにさ。しいよ、本当に。悔しいよ。もうかっこ悪くて散々かっこ悪いところ見せてきたんだから、もうなんも恥ずかしいもんなんかないわ。いいよかっこ悪くて、かっこいいことなんか一回もなかったわ、配信始めてから。
4月10日からやる予定。4月10日からやります。いいアイテム。ありがとう、ちゃこ、大丈夫。ありがとう、落ち着いたよ。なんとかなるよ。俺ができるのはみんなの暇つぶしだからさ。ありがとう。一からやり直すわ。ちょっといろんなものに甘えすぎてたわ。プロの看板を下ろします。一からやります。普通に配信者でやるわ。旅出るよ。ありがとう。配信者は女作ったらダメだな。なんかそれやさぐれてる意味じゃなくてさ、やっぱ不幸にするよ。身近な人一人でいないと。付き合ったらダメだ。ありがとう、アルさん。なんかノンタには本当かわいそうなことしたよ。俺が半端な気持ちでさ、そうそう、好きだとか言って、好きな誰かを好きになるには資格がいるんだよ、やっぱりさ。食わせてあげられたりとかさ、自分のやりたいことできる実行力とか経済力とかつけないとダメだね。自分一人で生きていくので精一杯だもん。
そうだね、好きになるのは資格がいらないかもしれないけど、でもお付き合いするっていうのはやっぱ責任があるよ、特に男の方にはさ。いい勉強させていただきました。生活保護抜けました。仕事も今月で辞めます。彼女とも別れました。旅に出ます。いや、なんかやっぱわがままを通すには経済力とか必要だと思ったよ。経済だけじゃないけどね。お金だけじゃないけど、わがままを通すには信頼とかさ、いろんなものがあるけど、力が必要だよ。俺には今その力も説得力もなかったんだよ。でしょ。勉強になりました。ありがとう、マリンさん。頑張ります。まあ、すいません、かっこ悪いところ見せて。かっこ悪いところ見せてすいませんでした。ありがとうございます。旅配信、4月の、10日から、4月の10日か？合ってる。4月の10日。4月の、まあ、金はやっぱね、力だよ。いや、かっこ悪いじゃん。30になって泣いてんだから。ありがとう。ありがとう。頑張ります、本当に。4月の10日から旅に出て1万人のリスナーさんに会って勉強させていただきます。本当に本当に本当に、だから言ってるじゃん、やっぱり思うよ、大人になるって夢諦めることなんだって。大切な人を守るためにさ、自分の我を捨てることが大人になるってことなんだよ。子供とか奥さんとか両親とか家族とか兄弟とか。誰かのために生きられる人が大人なんだよ。ビアと積み上げ何がいいですか？土産っていうか旅だからね、土産ね、家に持って帰るわけじゃないから、なんか飯をおごってください。あと、グッズも作るんで、グッズ買ってください。頑張ります。日本中っすね。お願いします。頑張ります。何かを得ようとしたら何かを失うのは絶対だからさ。全部手に入るなんてないから。大事なものを失ったけど、大事なものを得るために頑張ります。本当にすいませんでした。素晴らしい人でした、本当に。頑張ります。じゃあ、おやすみなさい。お疲れ様。ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。